今回はまたちょっと毛並みが違うというか、そうそうそう、はい、ちょっと70年代に戻りますけど、はいはいはい、僕はもう本当にお名前聞いてもピンと来ない方なので、そうなんだ、もう本当に初めましての人を紹介してもらうっていう感じの立場で、もう失礼なんですけどね、名前紹介してもらうと、今日はどなたをご紹介いただけるんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、冬ソングといえばこれです。はい、伊藤咲子さん、木枯らしの2人、やっとですよ、サッコファンの皆さん、やっとです。72年にまず森まさ子がデビューしたよね、うん、そうですね、はいはい、で73年に桃江と純子が同期でデビューしました。他にもいっぱいいるんだよ、デビューした人は。ただ売れたという意味では、うん、75年は岩崎宏美さんって言ったよね、はいはいはい、だからぽっかり74年が空いてるわけですよ、はい、74年にブレイクしたのがこの伊藤咲子さんですよ。あ、そうなんだ。スタタン出身で、はい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 、で、はい、きっと曲聴いたら知ってるんじゃないかなと思うんだけど、もしかしてデビュー曲、うん、はい、ひまわり娘が大ヒット、はい、デビューからじゃあちゃんとボンとボンといきました、いったアイドルさんなんだ、はい、はいはいはい、でそれでこれは3枚目のシングルだったかな、はい、木枯らしの2人、これも大ヒット、これももう結局同じ年の、いやデビューの次、翌年ですか、うん、デビュー年、デビュー年の年末、年末に、はい、もういわゆるもう新人賞狙いで、はいはい、もうヒット連発だ、連発、はいはい、16の伊藤咲子さん、まずはデビュー曲、はい、ひまわり娘、悪夢さんですね、うん、ただ歌うまくない、はい、デビューですよね、デビュー曲、まあでもそうか、スター誕生でデビューする人たちがみんなうまかったんだよ、ないってことですもんね、もともとね、若々しくて可愛いんですよ、でこんだけ歌もうまいし、はい、でも残ら岩崎さんみたいに残らなかったじゃない、はい、理由があるんですよ、はい、何だと思います、だってヒットしてるんですもん、ね、ちゃんとヒットしてる、えご本人の何かですか、うん、いやだな、なんか怖い、怖いから教えてください、もうアイドル同士の恋愛があったんです、あ、この方の恋愛、あ、そうなんだ、ジョー・ミチルさんっていう、はいはいはい、あのイルカに乗ってる少年とお付き合いがあって、はい、でどっちもそこまで事務所が守ってくれる雰囲気でもなかったので、はい、すごいやり玉にあげられて、ちょっとテレビ出れなくなっちゃったのね、あ、もうここまでポンポンポンとバン行ってたのに、ファンもすごいついて、うんうん、もうアイドルだーってなってたけど、うん、それが分かってきちゃって、うん、だんだんとってことうん、ね、皆さんね、サッコファンの方、詳しいことを分かったら書いて、私この時代の曲、うん、なんか今のひまわりの曲もそうですけど、うん、なんか僕のイメージですよ、はい、僕の時代平成のなんか効果みたいなんですよ、うん、なんかああそうだね、全部一概にそうとは言えないけど、うん、そういう感じの曲って今大人だって分かるのは、うんうん、相当上手くないとこう上手いって聞かせられないっていうか、そうだね、なんかこうもう決まった音で乗っていったらこう歌うみたいな曲の作りだから、でもね、それ狙ったんだと思う、 森さんとかはその傾向があった感じするんですよ、うん、時代的にもっていう、うんうんうん、同じ系統というか歌上手いからこのコースでもいけるんじゃない、うん、みたいな感じを今聞いて、まあ、なんか最初に聞いたことあるんじゃないって言われた時に、うん、あれでも聞いたことなさそうだけど、うん、なんか作り方とか持ってき方あれだなって思ったのが効果だなってなんかちょっと思って、そうだね、確かに効果っぽい、みんなで合唱したら合唱コンクールで歌ったよね、やりやすい曲だけど一、うん、人で聴かせられるのはすごく難しいんだろうなみたいな、うん、この3曲目かな、はいはい、木枯らしの2人で全然変わるんですよ、冬の曲ね、ジャンルが急に同じ年ですよ、だってそうですよね、えこういうのが流行ってたわけではないですか、いや急に持ってきたの、そうなんだ、急に大人くなった全く違うジャンルですね、でも歌いこなしちゃってるもんね、いやー伊藤咲子の木枯らしの2人ですよ、全然違いますね、でもこれだったら、うん、紅白落選もちょっと分かるかもしれない、これで行こうはちょっと違いますよね、新人賞は取ったんだけどね、そうか、まあヒットしてるし、うん、そういうものになってんだけど、うん、まあ妙ですよね、誰がその時に紅白出てっていう、その他の人ももちろんいるし、うん、そうっすよね、バンバン押していく歌、はいはいはい、もうずっともうっと強く抱きしめてよ、奪われないようにう、ね、すぐずっと出してくる、音程もだしリズムも、うん、自分主導というか、そう
いやあれは上手くないと無理ですよね、うん、そうなんだ。いやなんかそういう方、まあ、もうヒットしてるし、ファンの方もいて、うん、もうみんな知ってたんでしょうけど、うん、それがこうどうにかこううまくいかなくなったって先ほどもこうちょっとねスキャンダルがあってね。でもなんかそういう人たちにもドラマがあるじゃないですかやっぱりこの曲をこういう風に出してで純子も萌え雅子ヒロミは残ったんだけど、サッコは同じように出てたのに雑誌でも特集されて、でもだんだん露出が減ってきてっていうのは、うわーと思って。いやいや、まあ、まあもう個人のその伊藤さんのとかで考えたら、うん、まああれなんですけど、うん、こうやってやっぱ聞くと、うん、音楽史面白いですね。ね、そこの時にじゃあ誰がまあ隣というか、うん、同年代にいるんだとかで、うん、出てくる人も、うん、そうそうな名前の方だし、そうそう、そういう方々にもそのこの伊藤さんの話でいくとそういう人たちとっていうところで言ったらその人たちの音楽がやってたみたいなことになるけど、うん、じゃあその人たちにこうフューチャーするとその人たちにも影があったりするじゃないですか、たまに実は ね、うん、そういうのがあるのってすごい面白いし、今の音楽に生きるべきですよね。そうしないとこう出てこないとかもあるじゃないですか、ここから見て、うん、この出方はあんまりうまくいってないとかも分かるしね。なんかいろんな音楽があるんだなと。アイドルのさ、はい、それが大変なところで言うたらそのメンバーたちってみんな学校が一緒だったりさ、はい、昼朝は学校一緒に行っててさ、はい、でテレビ局行って、はい、でそれぞれの歌あって、はいはい、でそれぞれにマネージャーさんがいて、はい、スタイリストさんがいて、はい、衣装を着替えて、はい、で昔のテレビ局は大部屋が当たり前でしたから、はい、でその中で会話とかもあって、うん、まあそういうお友達でもあり、はい、ライバルでもありっていう同年代ぐらいがね、はい、いやでももうものすごい歌のうまい方っていうのは分かったし、うん、ヒットしてる理由もこうなんとなく僕もだからそのスキャンダルがなかったら伊藤咲子さんのその20代、言うて20代じゃなかったから、うん、まだ10代だったから、そこでなんか新たなフェーズに入る人も、ね、そうそういらっしゃった。20代からのフェーズ入るじゃんみんな、うん、そこの伊藤咲子さんの歌を聴いてみたかったね。今日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録そしていいねボタンよろしくお願いします。